3番目に紹介していただく方は田口亮さんです。紹介する本は上昇志向。それでは準備の方よろしいでしょうか。はい、それでは用意スタート。こんにちは。こんにちは。LS13106 田口亮です。今回僕が紹介する本は長友選手が書いた上昇志向、幸せを感じるために必要な大切なことです。皆さんも知っている通り、長友選手は日本代表の、サイドバックであり、インテルでプレーしているサッカー選手です。この本を思ったのは、インタビューを見ていて、長友選手はいつもニコニコして、いつも前向きな姿勢をしているので、なぜこのような前向きな姿勢をしているんだろうと思ったので、この本を読もうと思いました。この本の内容は、長友選手が移籍後、不調を経験したり、試合に出れなくなったり、監督が交代して、さまざまな経験をしたことについてや、それ以前のことについて振り返って書かれた本です。僕が印象に残ったことを紹介したいと思います。まず印象に残ったのはおばあちゃんの手紙で、このおばあちゃんの手紙は長友選手が試合前に必ず読むというもので、とても印象に残ったので紹介します。命が一番、元気が一番、心の元気が健康のもと、心を柔らかく、苦しさを嬉しさに変える、何があっても絶対に解決の方法はあります。いいこと、悪いこと、喜び、悲しみは表裏一体で、今の状況を抜けるときは人生が飛躍するときです。強さとは無人につきます。心がない、無人につきます。一流の選手の条件は長く続けることです。上から目線は頭しか見えません。周りが見えません。自分が偉いとか上手だとか思ったとき、人生の誤りが始まります。しんどい時は先のことを考えない、今は最小限のエネルギーで何とかすること、人に分かってもらいたいとか変わってもらいたいとか思っている間はしんどさが続きます。相手が悪いのではありません。この手紙を読んでみて、苦しいことはそんな深く考えずに笑って過ごした方がいいなと思いました。あともう一つ印象に残ったのが、どんな夢でもいいからそこに向かって走り続けることが大切だ、酷な人生にしてしまうなんて考えられないということです。サッカーにしても、ベンチ上面にしても、そこに向かって走り続けることが大切になっているのか、改めて感じました。この本は読者にとって学ぶことがたくさんあると思うので、ぜひ読んでみてください。突然で、サッカー好きな人はいますか？好きなチームはありますか？好きな選手いますか？俺の中で勝つ。
はい、ありがとうございました。それでは2分間のディスカッションタイムに移りたいと思います。質問のある方は手を挙げ、座ったままでいいので聞きたいことをどうぞ。いらっしゃいますでしょうか。ではこちらから、長友選手以外に他に読んだスポーツ選手の本とかはあるでしょうか。長谷部選手。わかりました。はい、他何か質問のある方いらっしゃいますでしょうか。あ、はい、長谷部選手と長友選手と両方読んでどうでした。どうでしたっていうのはどちらが自分に合ったためになったとか、あと参考になったとか、あるいはどっちの方が自分に向いてるなとか、好きになったとか。まあどちらも参考になったんですけど、長谷部選手の方が。